お疲れちゃんです。ラットです。今回はですね、こちらの、はい、じゃじゃじゃんと、親衛隊三銃士でございます。で、親衛隊がね、8コスから7コスになったんですよね。やっぱ、コスト大事。コストめちゃくちゃ大事で、クラロは結構低コストのやつらってどれも強いんですよね。っていうので、まあ、7コス重いけど、まあ、言うとやっぱ1コス下がるだけで、全然違いますね。一発のダメージが150ぐらい約あるんで、そちらが6体いるんでね。はい。まあ悪くはないですね。っていうので、まあ、こちらのデッキなんですけど、これがですね、世界大会で優勝したノバ e スポーツの3立てをしたですね、キングゾーンドラゴン X に対して3立てしたレジェンドっていう選手ですね。三銃士、もう三銃士使いのレジェンド選手って方が、多分結婚前に使ってたデッキっていうような情報を、はい、誰かが言ってた、みたいなことを言ってた。はい。らしいんでね。まあ、それは世界トップが作ったデッキなんでね。はい。強いスワというので、まあやっていきますね。はい。で、今も初手リボン置いたんですけど、これもう来なくなりますね。多分本当に、もう初手リボン来なくなるんですけど、結局は、初手リボン来なくても、30とか展開するじゃないですか。ね。もしここで相手はロケット、あ、美味しいなって打つじゃないですか。逆にエリポン置いたらエリポンが残るんでね。初手リボン来なくなるけど、強化みたいなとこありますよね。本当に。やばい、遅いかも。あー、やばい、痛い。けど、あー、ロリボンを転がしてよかったな、これ。まあいいや、はい。ってな感じで、相手は迫撃？ん？ホグか。ホグファルチェの、ホグっぽいですね。ホグファルチェゴブリンのナイト、ロケットですね。だから、ファルチェッティアがちょい厄介ぐらいなんですけど、まあ、ちょい休憩していいかな、それまでは。はい。多分この親衛隊がないと処理してくれるんですよね。してくれないのかな？これはもう、ユーナだけでいいですね。エリポンもう行ってきます。よいしょ。で、このユーナがね、ファルチェを、OK。で、ここはまあ、ゴブリンで防衛されると。ね。あれ？あー、取るね。あれ？おいしい。もう一発、OK。おいしいですね。何もしてないけど、エリアド、じゃあダメージ取ってる。OK。で、また後ろから3子展開すればね、多分、これで多分勝てると思うんですよね。もうファルチェ出したらガゴムレリガを逆サイにやっとけば相手終わると思うんですよね。正直ね。でこれはこういうところにロリババを転がしてターゲットですね。相手のファルチェのターゲットを外してあげて、相手うまいけど、これでザップでマスケ残る。OK。一発。あー、でも勝ちましたね。気づいたら勝ちましたね。やばっ！でもこれ多分トルネで後ろに、そう。上手い人がよくありますね。けど、いやー、親衛隊ワンチャン復活っすよね、なんか。ね。強いとは言い切れないですけど、まあ、弱くはないみたいなところはありますね。よいしょ。コロコロコロン。で、しかもこれ、ウッドザップ、あ、ロリババザップか。ウッドとロリババは、まあ、どっちでもいいかな。まあ、陸受けがちょいしんどいから、ロリババの方がいいかな。クロスがいるし。そう。ってな感じですかね。あ、普通に、使いやすいし、これ使われると厄介ですね。ね。おーどうしたやばくないですかこれだって、マルチっすよ。トロサギ今動画撮ってるよ、僕。どうしたやば、まあいいっすね。まあ勝ったから。もうこれは消化試合ですね。ってなわけで、まあでも動画中にこれされるとね、困るんですよね。マジで困る。今頃、トロ下げなんかする人いるんですね。珍しい。どうしたその達戦は。はい、てなわけで、まあセバレートしまくれば終わりかな。そう意外とこのみなしに一発やばいんですよね。この左見てもらえれば分かるんですけど、一発で約150だから普通に軽く高いんですよね。よいしょ。これはノーカンですね。これは脳幹だ。はい。よいしょ。ってなわけで、これな、なんだろうな。なんだろう。よし。とりあえずエリポンですね。エリポン置かなくてもいいですよね。でもショタパン来なくなるから、今楽なんですけど、じゃこんな感じで、ショタエリポンない場合ですね。まあなくても、まあ、あるんですけど。ここでもし相手ロケットとかファイブ打つじゃないですか。これっすよ。僕は、その、エリポン来なくなって、ショタに。怖いのが、これで、こういう感じになるじゃないですか。初っ端もエリポンないから。でももし5枚目とかエリポンだったら、初手でね、30試合したいで5打った。エリポン置きます。はい、これでもう相手、このエリポン壊せないじゃないですか。だから、で、ゴールとかだと後ろからもう展開することしかないし、もうこの間にはね、はい、エリポン側はコストたまるんで、やばくないですか？これなんですよ。これが僕が一番恐れてることなんですよ、今。よいしょ。マジで絶対こうなるんですよ。初手エリポンが来なくなったら強化やんってな。どう見てもお前強化やんみたいな。わかりますよね。でもうザップってカード回し&マガゴ防衛ですね。もうザップったらはいエリポン回ってきましたね。結局初手エリポンがまあないのは正直そんな関係ないですね。本当に関係ない。まあでもゴレとかあれで今日使うのであれば変わってくると思うんですけど、30に関しては初手エリポンがないことによって強いより強いみたいなとこありますね。これやばい。死に体出したいけどコストが間に合うかも。やばい。いや無理か。いや無理なのは辛いですね。やばい。これも普通に防災と終わる。あーオッケー。あーまあいいやオッケー。今ガーコかな。でも右と左どっちを防衛するかっていうのがね、こっちだな。新鋭って、もうここではエリポン出さないですね。エリポン置いたところで、あと400はリガード削れるんで、変に宿取る必要がないんですよね。だからこっからはゆっくりとね。はい。もうこれで、セパレートゲーミングですね。はい。でも相手は、2側にマスケとかかな。結構許容してくると思うんですよね。あー、なるほどね。やばい。これでもザップって、あー、それうまい。待って、あと20秒。ワンチャン負ける。シューター間に合い。やばい。あー、やばい。やった。え？ちょ、待って。落ち着け。これマスケッティアのターゲットさえ最後取れる。あ、無理だ。やったわ。そういうことだよね。これね、良くないね。これはやったっすね。まあ、後ろからもう一回丁寧にやればね。大丈夫。だいたいミニペッカが、これ厄介かな。俺が陸受けしんどいの分かってますね、この人。言うて、OK。今、5使った、親衛隊を召喚ですね。はい。で、これマスケッティアに、ディガーをしたいですね。これ真ん中囲むれとかでいいんじゃね？さてはこんな感じからの有能だ。オッケー。これザップでマスケ処理してオッケー。勝ったっすね。これ多分どっちが落ちる？いや左だな。そうなんか親衛隊がね意外と強い意外とまあまあですね。よし。はい。てなわけであーでも1個目あれか。2個目あれだ。なんか邪魔が入ったんだ。まあ、よいしょ。はい。てなわけで、ここ、あー、これですね。次回環境。まさにこれ。しょっぱなエリポンはないですよ、と。けど、その分しょっぱなに30視点回とかが、おー、これはあれですね。僕の大嫌いな香りがする。来ましたね。来ました。これですよね。これが増える。相手はまあ分かってるね。さすがに。ファイアボとか打ちたくない感じっすね。これクロス殴れるの美味しい。オッケー。で、ここでエリポン置いて、え？違う。話が違う。ババ小屋？結局ババ小屋まだ。結局、おお！どうした君。これロリババだな。一回ロリババで、しっかり後ろから形作りたいですね。やば。小屋小屋三子は夏い、あ、三子じゃねえわ。お前あれだ。引きこもりだ。小屋小屋クロスか。懐かしいですね。めちゃくちゃ懐かしい。これ相手の中身が気になるっすね。これマジで。相手これワンチャンスペルないっすよね。ほら、あれ何もしてないけど、親衛隊が殴ってる。小屋が邪魔なんで、リガーで殴りいきますね。OK。で、このクロスも邪魔なんで、ルリューババで殴りに行きますね。とりあえず殴っときますね。OK。相手が多分今のところだと、あれがない。スペルがない。まあ僕もスペルがないから、リポンじゃなくて小屋壊せないんですけど。よいしょ。アドゲーミングですね。よいしょ。で、これもう後ろから親衛隊出して、三子セパして、ガゴムレもセパして、ユーノツディガーぶち込んどけば終わりですね。勝った。多分ですけど。あれもロリババで美味しいですからね。アーチャーロリババで処理できないんですけど、どうした君。なんか、大丈夫？あ、待って、言うて突破されそう。あ、でもクロス届かないんですよね。あ、落ちた。おや？結局、強くねって話ですよね、34。本当に。結局強くねって話なんですよね。これも最後気持ちよく終わるために、3からいきますね。終わり。終わってくれ。こうやって落とせないと逆に困る。よいしょ！グッドゲーム！ってなわけで、34は不滅ですね。よいしょ。そう、トロフィーね、5-2ぐらいあったんですけど、テスラクロス使って、ぶち溶かしましたね。はい。というわけで、こちら。親衛隊の34デッキでございます。よければね、使ってみてください。クロスが、まあ今、ちょっとまあ前よりはね、増えてるんで、そのクロスに結構勝ってる、勝率いい方だと思うんでね、ぜひぜひ使ってみてください。というわけで、今回は以上になります。よければチャンネル登録、よろしくお願いします。では、バイバイ。